いや、皆さんこんにちは。私は日本の青少年は非常に優秀だと思っています。国際比較で、例えば小学校中学校の学力、特に理科と数学および算数のテストをしますと必ず世界で5位の中に入る。そしてまた高等学校の学生諸君のピサという国際比較でも日本の高校生の数学の力は、そして特に理科の力は非常に高いものがあります。こういう点で日本の若者は大変優秀だと思っていますけれども、日本の研究力、教育力が進んできたせいか、海外で研究したり勉強したりという考えが少し弱くなってきている心配があります。日本の大学でいいんじゃないかというふうに思う人が非常に増えてきているんじゃないかと思っていますが、私は日本の力がいかに伸びようと、海外で違った文化、異文化の人々と接触することにより大いに自分の力を伸ばしていくという必要があると思います。そしてまた特にそこで友達を作る、将来一緒に仕事をするような人を作るということが皆さんの将来のためにも非常に役に立つし、さらには日本の国力を上げていく上でも大変役に立つと思います。そういう意味で今回のようなレッドのような仕方で勉強をさらに進めて、皆さんが将来の国際的な力を伸ばすというふうなことに一つ大いに奮闘していただきたい。特に日本のような国でありますと、新しいことを発見し発明をしていく科学の、そして技術の力を伸ばしていかなければならない、そういう時代に皆さんがレッドのようなところで一層語学力を伸ばし、考える力を伸ばし、自ら発言する力、そしてまた討論する力を伸ばしてくださることを心から望んでいる次第であります。